Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about the Tlingit people who are an indigenous people of the Pacific Northwest coast of North America. Their name for themselves is Lingit, meaning people of the Thais, whose similarity with the Ainu people of Hokkaido, Japan have been pointed out by many scholars. Matabe-san, a friend of mine, sent me a photograph of a carving, most probably a kind of a totem or a special symbol of its community, in which we can recognize a god eating a human infant, together with a strange face, also most probably of an idiom. This carving indicates a very significant and close connection not only between the Ainu and the Tringit people, but also between the Tringit people and other cultures in the world. This is a story about it. トリンギット族というのは日本のアイヌ民族との共通点が多く、ウィキペディア百科事典は次のように書いています。日本のアイヌとは文化共通面が多く、表敬訪日しており、ここ数年来交流が続いている。と。で、そのトーテムの中には中央部に多分彼らの神が人間の子供を食べている姿と、そして下の方に奇妙な顔をした像が彫り込まれていました。 顔からしてエイリアンと私は判断しました。まず最初に申し上げておきたいことは、神が人間を食べる、あるいは人間が人間を食べるという習慣は世界中にあったということです。何も特別なことではありませんでした。ヨーロッパの人たちはそういったことをあまりオープンに語りたがりませんが、ヨーロッパでは食料が不足してくると隣の国や町を攻め、その人質を食用としていました。 アアジででも、もままたた。この日本でもありましたそうした様子がこのトーテムに掘り込んでありました。が、ここが今日のポイントではありません。今日のポイントは、そのトーテムの下の方に掘り込んであるエイリアンと私が判断した顔です。これと同じ顔がそこから5,700キロ離れたメキシコのアステカで見つかっているということです。告示しているというより同じ顔です。 どう同じかは皆さん自身でどうか判断なさってください。で、5700キロといえば東京からインドネシアのジャカルタまでの距離と同じです。互いに行き来できる距離ではなかったはずです。つまり偶然そうなったというレベルの話ではないということです。その双方の民族には共通の神がいたということになります。が、それだけではありません。ここでは目の色に注意していただきたいと思うのですが、中国の 生徒近郊の三生体意識で見つかったアーティファクトの目も青です。アステカで見つかったアーティファクトの目も青です。さらに驚くべきことに、インカで見つかったアーティファクトの目も青です。つまりこうしてアイヌとトリンギット、アステカ、そしてインカとつながり、さらには中国の三生体ともつながりました。もちろん日本のアイヌ民族ともつながっています。 マタベさんが送ってくださった一枚の写真にはそういう意味が隠されていました。では画面を見ながら説明します。マタベさんが送ってくださったこの写真をもう一度見ていただきたいんですけども、中央に、まあ、子供を食べる神がいると。そして、まあ、これがトリンギット族の、まあ、少女でしょうね、の写真です。で、このトリンギットって言いますけども、まあ そのトリンギット族というのは、このカナダ、アラスカのやや下のあたりですね。このあたりに、まあ、あの住んでいるインディアンだそうですで。トリンギットとアイヌ民族、その間の距離はですね、5400キロあるんですね。まあ、ちょっとこうして地球儀で見てみますと、そう簡単に行き来できる距離でもないんですけどもね。まあ、ともかくも、こうしてアイヌ民族とトリンギット族の間には、まあ、共通した文化が多く見られるということだそうです。 で、この、もう一度このトリンギット族の、まあ、トーテムだと思うんですけどもね、このトーテムと見ていただきたいんですけどこの下の方に私が、まあ、エイリアンと判断した像が彫り込まれています。で、マタベさんもそのように書いていらっしゃいますね。で、これがみんなですね、あアステカで見つかった、あの、アーティファクトです。そして、まあ、いくつか並べていますと、まあ、大変よく似てるということですね。皆さん自身の目でご確認くださいね。ここが今日のポイントということになります。 でトリンギットからアステカまでは5,700キロ、ちょうどなってますかね、トリンギットから見ますと、まあ、北海道と、そしてマヤ、えー、前アステカとはほぼ同じ距離だということですよね。で、こう、目がつり上がってとっていうところに注意していただきたいんですけども、まあ、これ、違うという方が無理があるんじゃないでしょうか。あるいは偶然このように一致したというのも、やはり無理があるんじゃないでしょうかね。 まあ私は共通したなんて言います神、あるいはエイリアンがこの辺りにまあいたという一つの証拠だと思います。で、こうして比べてみますと同じだなと。で、もう一度このマヤ・アステカのまあアーティファクトと比べてみてください。まあ、大変よく似てるんですね。顎が,が尖っている点であるとかね、目がつり上がっているところ、大きくて細いということですね。で、これがあのロズベルのね、まあ、有名ないわゆるその UFO 墜落事件を報じた記事ですけども、まあロズウェルに1947年に、えー、UFO が墜落したと。で、まあそういった記事なんですけども、そのリーク写真がですね、えー、写真漏れて出ています。で、これがまあフェイクかフェイクじゃないかということなんですけども、その時に回収されたエイリアンの写真だそうですけどもね、私はこれはあの、 フェイクではない。すなわち本物であるというふうに判断しています。まあ、ここまであのの、まあ、偽物というのはできないわけですね。そしてその顔も、まあ、公開されてますか、こう書いていますかね。暴露,としてまあ、暴露記事って形で出てますけども、暴露写真として出てますけども、よく似てるんですね。このいわゆる顔が。顔が細くて目が大きくて、つり上がってるっていうところですよね。で、これはみ4社、4社とか3社は同じではないかというふうに私は判断しています。いかがでしょうかね。 でもう一度、このトリンギットのに戻ってみますであ。日本の北海道までの距離が5400キロ。そして右のマヤのアステカまでの距離が5700キロということになります。で、その中央にトリンギットの、まあ、今、またさんが紹介してくださいましたー、トーテムのこの像が彫り込まれて,して、左がアイヌ民族ですね。で、右がアステカ、マヤアステカの,のアーティファクト、発掘物ということになります。 で、まあ、北海道でね、このような像が見つかればビンゴってことになるんですけども、今のところ私が知る限り同じような像は見つかっていませんが、考えてみますと、縄文道具っていうのはみんな同じコンセプトなんですね。似たような顔ですね。目がつり上がってっていう感じでね。で、これがアメリカインディアン。それから、あの、下の生徒。それから左がですね、これ、エジプトで見つかってるんですね。右がで。そして、右、左上がですね、ノルウェーで見つかったブローチの中に刻み込まれていた、刻みあーまあ、 エイリアンと私が判断した顔ですでこうして、えーまあ、並べていますね、まあ目の。目の色を今度は注意していただきたいんですけども、その中心にトリンギットを置きまして、この5社はです、ね、同じである。一番右がインカです。 言わせましたたけどインカーでで発掘されたアーティファクトです目の色を見てくださいね。となりますと、エイリアンの目というのは青かったんですね。しかも青いというよりも、このなんて言いますか色,色は正確に表していると思うんですね。共通していますから。なんて言いうんすか,んて言いますか、ね、コバルトブルーのような目をしていたということになるわけですね。で中央に、えー、トリンギットの トーテムがあり、そのトリンギットというのは日本のアイヌと深い関係があったということになるわけです。で、アイヌ民族と言いますと、これは、まあ、縄,文縄文人ですからね。縄文人、アイヌ民族、そしてアメリカ・インディアンとこう繋がっていくわけです。ならち、まあまあ、その原点にあるのはやはり縄文人ということになります。まあこうしてですね、このトリンギットのトーテムの中では、神がですね、人間の子供をこうして食べていたということになるわけですね。 まあ、それをどう判断なさるか、皆さんの判断もお任せしますけども、まあ、ともかくも、トリンキットの大変珍しいトーテムが手に入りましたので、こうして皆さんに紹介させていただきました。またべさんどうもありがとうございました。それでは皆さん、バイフォーナウ。